お疲れ様となったです。今日はこちらフォーカード商談やっていきます。さあこちらね、先日やったんですけど全く勝てなかったので、ちょっと今日はリベンジ会というわけで、やっていきます。はい、なんとデッキ4枚のみの、モードですね。はい、クラロワ8枚だと思うんですけど4枚のみというわけで、ずっと同じ手札です。はい、手札サイクルとか存在しません。その4枚を、好きなタイミングで何回でも出せるというね、はい、特殊モードでございます。で、なんかデータ上だとホグライダーが結構勝ちやすいらしいです。はい、ナイト、ロケット奉仕、ホグライダー、ローリングッドみたいな、はい、ホグが結構勝率がいいらしいので、まあ勝ちたいよという方はホグをおすすめはするんですが、ですが俺なりの最強デッキ見つけました。はい、ブッシュ連打かつゴーストユーノかつロケット奉仕です。はい、全てに勝てます。今日まず全勝でいきます。こいつがね、あーでも嫌だな新手がいっぱい来るのも嫌なんですけど、さあ範囲攻撃はなんとね、ゴーストとロケット押しですね。タワーは俺ブラスターでやってるんですけど、まあ正直なんだっていいかなと。でもこれだけで強くない？だからゴーストいうのが基本的に何にでも戦えるかつ、まあロケ砲がなんかね多分強いんですよ、このモード。トリマ、相手が大型だった時に、まあ、防衛カードとして、まあ、ロケット押しが優秀と。で、まあシェイミー、まあ、ニコスのこのシェイミーも、まあ、やっぱ無視しにくいですし、一生8枚出すだけで意外となんとかなるっていうので、はい、たどり着きました。これ俺が編み出しました最強デッキ。多分ですけど今んとこ世界で使ってるのは俺しかいないはずです。はい、強ない？なんか相手のデッキにたまたま刺さってる感もすごい否めないんですが、なんかいやむずいんですけど、なんかよくわかんないんですけど、本当このモードよくわかんないけど、まあ勝ちはええかっつって、はい草生やしてロケ砲も出してゴーストも出してみたいなね、同じやつを出しまくってもいいんですけど、どのカードも強すぎてね全部出しちゃうっていう。一生ブッシュ出すだけでもなんか強そうだけどな、これ。よいしょ。さあ、というわけで、昨日はマジで本当に、わかんない。何試合したんだ ?10 試合ぐらいやって、2勝ぐらいしかできなかったんですけど。いや、最強デッキだと思ってます。まあ、スケラとかも嫌なんで、そういうのを考えたら、まあ、ダガーガールとかにしてもいいか。いや、ダガー、ちょっと強そうだな。なんかブッシュで攻めまくってブッシュに対応したのを、まあ、ダガーで回収していくみたいな。さあちょっとブラスター多いんでね、それがどうなんだろう。ういダクネね、まあ一旦ね、はい、逆サイ草生やしてから考えよう。おお、まあヤナアメはねめちゃんこいます。ちなみになんか多分ロケ投手が多いんでしょうね。みんなやなめです。はい。こうなると、なんか、まずかったりしそうな気配もあるんですけど。あと取れてないもんな、これ。まあでも、はい。ちょっと攻めちゃったりして。入れ。はみ出ない。一瞬やなめ打たれるやん。って話であるんですけど、このシェイミーうざいっしょっていう話よな。やばい、俺のシェイミーが、ね、もったいない。2コス捨ててるようなもん。いやーでもね、なんか派手そうだなんでだ、なんでかわかんねえけど派手そうな。相手やめたか、なんだこいつって。一生草ばっか生やしてきやがって、何やってんだこいつって、ダリーなっつって落ちたな俺いやなんかもうシェミマジでね、ニコスっていうのがねちょうどいい気がしてます。はい、相手に無限に防衛させられて、まあ防衛さえできたのはねロケ砲とかで回収もできちゃうよみたいな。シェミとユーノとかゴーストとの組み合わせですらね良かったりします。これマジでね最強デッキだと思います。はい、俺の中ではですけど、まずは2勝。何なんだろうな、まあ
思ってた、俺はトルネとか結構入れてたんですけど、マジで弱いなっていう、はい、いらないっすね。ヤマメは朝より高いかもしれない。うん。あとなんかゴーストというのも強いらしい。ダガガールもいいな。この全部回収できるしな。で、まあ草生やして、草生やして、そう、ロケット星が流行ってるとも言ったんですけど、まあそのロケット星に対してもゴーストいうのってね、優秀ですよね。いいね。っていう話なんですよ。まずい。まずい。まずい。クローンは効いてないって。いや、これね、ユーナ走れるんですよね。これが強い。いいね。巨大スケルトンとかちょっと嫌なんで、ね。ブッシュ出して。いや、マジでゴースト、偉すぎる。え？なんで俺とは折れたん？ちょ、マジなんかちょっと負けそうで。さあ。負けそうやん。なんで？いいよ。ゴースト優秀すぎる、これ。消えれるからね。ロキコに直接行けんのがでかい。よしよし。で、まあ余裕があれば、ブッシュ出して、ちょっかいかけて、確実にロケット方式処理して、え、ゴーストってこう見るとなんか強すぎん？優秀すぎる気もする。ロケット星もいいね。で、ダガーガールが頑張りながら、え、めっちゃいい。マジでこのデッキよりも強いデッキあったら教えてください。マジ生み出したぞ。なんかコメント欄でさ、 YouTube のデッキ作るセンスなって書かれてたの結構響いちゃってさ。センスなくて草って書かれてたんですけど、ちょっとそれになんか、はい、なんか納得いかねえなと思った。今日リベンジです。これでもセンスねえって言えんのかよ。頑張ってんだぞ、こっちは。草出して右、もし一生草出しとけばなんとかなるんだろうな。で、このモードはなんか通常のモードよりも時間がちょっと短いので、あれ？おぶんだ！あぶねえよ。時間が短いので気づいたら負けてることあります。感覚でやってるとね、今からダブルエリクサーやとか3倍タイムやと思ってたら、負けることがよくあります。で、今日は、この最強デッキを紹介しつつ、なんとめちゃんこ強いデッキが、もう一つあるらしいです。はい、こちら、はい、1コスト4枚なんかね、これで勝てるらしいですよ。なんか 1% ぐらい勝率があったらしくて、はい、これで勝った猛者がいるらしいので、俺も負けじついこうと思います。本場かよ、どうやって勝てんねんっていう。まあ 1% って言ってたんで、100回に1回、あ、終わったやん。100回に1回勝てるらしい。エリシアに誰が勝てんねん。でも一生 ISP あるよ俺。どう、一生 ISP 説ない？なんかカード来んの遅えな。もし俺一杯引いちゃう？だってエレキシェコいっぱい出せたら勝てねえわ絶対。最悪や。いっぱい来んなマジ。楽なやつらもうぜえけどな。間まで呪文なかったら熱いな。助けてくんねえ誰か。俺がいじめにあってないこれ。人はこれをさ、いじめと呼ぶんじゃないの？勝てそうじゃね？いや、ザップ削りがマジでまずいぐらい。
マジでなんか勝てる馬一コス早くさ手札回ってこないかな。勝てそうだな馬、こんなにさ手札回ってこないことある？4枚咲いてんのに。でアイスピとエレスピがバグすぎてやばいの。でブラスターでよかった。ちょっと待って勝てそうなの、ま、削れエレスピ飛べ、おめえに価値がある。よし、え勝ってからね、1分で残り、もし残り1分、耐えたら勝ちよみんな。 OKAre you okay? おりました。おしまい、ちょっとあったやん。おざっけんなったよ、さっきから。おってくんじゃねえよ、そんできる。うわ、マジで手札がさ、これ回ってくるの遅すぎる、これ。これ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 。カード4枚しかないのにさ、手札回ってくるの遅いやん。うわ、これ、マジもうちょっと、次にカード咲くの早くできたら、余裕で止まるな。うわ、惜しいね。なんかこれ勝てるらしいですよ。勝てそうだって知らんちゃった。うわ、マジかよ。今の悔しいなぁ。まあ、ダガガルとかまず、どうやってダメージ通すんって話なんですけども、まずはこの序盤の1コスぶっぱで、ダメージを稼いで、よしよし、これに勝ちあり、勝ちあり、勝ちあり。あ、ちょ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 、熱い。守ろうか。1コスいっぱいあって嬉しいな、これ。ようわからんけど1コスいっぱい出せや、守れるぞ。まあ負け筋吹きやか、吹きやこっちに来てほしかったのにな。なんか長かかるなら誰や、やばいやばい、あ終わった、吹きや先行。吹き矢がさ、マジで激すぎる。いやー、このダメージをさ、追わなかったら勝てるんだろうな。あと相手がダガーガールじゃなきゃみたいな。終わった。ちょマジでこれさ、後半削れないんだけど。嘘やん、カードがマジで遅い、回ってくるの。終わってる、終わってる、悔しい。俺は諦めたいね。もうちょっとさ丁寧にやるか。1コス連打マシンになっちゃってるんで、連打マシンをやめます。はい、1コス全てに無駄なく過去一の試合をお見せします。今からさ、あまあまあまあだがじゃないだけマシか。手札全然回ってくんねえな。これ何のデッキが来んの、怖すぎん。いや、一本目がこって
いやー、てかやっぱ回らねえもんなんだなこれ。2枚でやっててもちょっと遅いもんな。それまずいって。誰が止めれんの。いやマジでまず、エリグレだけやめてくれ、残り1枚、ほんとに。エリグレじゃないけど俺勝てる。で、ヒーラー大量デッキみたいな可能性もあるわけやん、これ。いや、マジでやばい。なんか、もうちょっとさ、普通のデッキないわけ。なんかそう、なんかイカれたデッキしかいねえんだ。やばい。準備が整ってる。お願い、マジで、時間勘違いしてさ。負けてくんねえかな。お、マジやばい。うん、グロ。うざい。うざいけど、俺のこの攻めもうざいだろ、つって。つけて解けねえなぁ。ひらって。まず。え、これあと1枚何？うざいって、こっち来すぎ。なんで真ん中やん、それ。そこに出したら普通は溶かされる。エリスピがさ、感電すればさ、やばい、なんか準備整ってきてる。マジやばい。隙がマジでいらない。これさ、でも一生俺が時間稼いだら勝ちっすよ。 OK、 皆さん OK ですか。ポエスミラーマジマジ。マジで本当に許しちゃった。生きて帰れる。お願い。うわうわ、マジポイズン。あ、ポイズン。あ、ちょっと勝てそうだったや。なぜラスト1枚ポイズンだ。うわ、エレスピの関連でさ、なんかエリポン経由してとかない？いやもう惜しい。 いやマジでちょっと勝てそうだよな。うわ、相手ポイズンじゃなかったらもう別に何でもよかったのに。これちょっとあるなぁ。えぐい、エリポン無限ヒーラーデッキね。バケモンだな、おい。考えることが恐ろしいな。お願いまして。お願い。ブラスターね。いや、ブラスター強いんだよな。ちょっかいかけます。で、ここで結構いっちゃう。いや、このね、500ぐらいの削り、マジで価値あるっす。だって、あと守るだけっすよ、一旦。おぉ。いや、このスケもったいない。さっき話したな。スケですら大事に行こう。いや、ここ、キョスケ間に合わない。ちょっと、キスに行きたい。間に合うなや。ふふ。マジで間に合うなや。ねえ、キョスケの呪いと、お願い変なカードマジでなかったら嬉しかった。次のさあ回るカードもっと早くなんねえかな、このゲーム。でも始め止めたい。やばい、バカ痛すぎる。いや待って、やばい。んで、うわ、終わったわ。ああ、まあ、守ってでもダメだ、これ。悔しい。マジでこれいつ勝てるんだろう。マジで悔しすぎる、これ。本当に勝てんのかよ、こんなデッキで。うわ。いやー、なんかな、もうちょっと届きにくいカードだったらな。バルーンとかね、俺がスピリットでちょっと削ってもバルーン爆破入るだけで追いつかれちゃうのが、ね、苦しいよな。いや、普通の弾はマジで熱いけど、だるすぎる、それ。枯渇はやばい。マシュアプリに絶対来るやん。削る。うわぁ。
やばい、マジハゲそう、マジやばいこれ。許してくれよ。いやバレるなさそうなら熱いな。マジでお願い通ってスピリット。いやマジちょっとある。絶対相手俺を舐めてる。いやマジこのブラスターもうちょっと頑張ればマジあるな。いやプリン邪魔、まずちょっとありそう。相手が甘えたらマジで勝てる。甘えてよプリンス、攻めてよ。一生プリンセスならいいって。もやばい、バレた。助けてくんね、誰か。ちょ、マジであくびしてる。マジこれ、ぶっ倒してぇな。ウッドとかあればもうウッドだけで勝てるんだろうな。でもウッドもねえんだよな俺。あのプリンセスさ、感電でうめえこと狙えねえかな。あもう、うん、絶対終わった。なんだこのモード、二度とやんねえ。あ、文字ある、え、文字ある。うわ、ザップ削りずるい。ちょ、マジ、うん、ああマジで二度とやんねえこのモード。どうなってんだわ。あー香ばしいし、ガンミ。わ、これウッド、いやーずるか。ウッドがあったらウッド削りが強すぎるっすもんね。この1コス1枚さウッドにしたら、いやそしたらもうそれだけで最強デッキか。悔しいな。ウッドにしたらズルだよな。よしよし、幸せすぎる。いやなんか普通にこれ勝ちたいな。あいつ飛べ飛べ。ジャイとムートしか見えてないけど、クレイすぎるかこれ。やばい、終わった。もしかして、あマジで終わってる。強くないそれ。俺のデッキメタやんそれ。うざい。うざい。これ一瞬後ろからムート来るやん。ちょっとどうなってんの。俺の知ってるクレラどこ行ったんだよ。おいしいだろ。ちょい、ちょ、マジで諦めてないです。左サイド見てください。ちょっと可能性あります。いやだからさ、どうするか。ムートをさ1コスで突破できると思う？無理だよね。いや無理だと思う俺も。こんなの呪文とかも来ないことある？あ無理だよね。左側でもさ LSP2 発ぐらい圏内なんだよ。
LSP2 発ぐらい飛ぶだけで追いつけるよ。いや別に守ることはできるんですけどね。ちょうわー、このモードダメだな。なんかいつもの2300倍ストレスたまんな。おい、なんだこれ、悔しい。このモード2コスで止まるけどさ、別に余ったコストもタワーに届かねえしさあいどうすんだよ、あと20秒。いいか、持てねえよこんなの。おい、じゃあウッド入れます。ちょっと次いいっすか、入れちゃって。これなんかウッドゲームだよな、やっぱ俺もそう思ってた。いやこれもうウッド入れるだけでもう最強デッキっすわ。でいやーまあ LSP はいるか、コウモリ系処理と時間稼ぎのアイスピ、火力のファイスピ。うわー悩ましいが、ウッドにさせてください。ちょっとずるいんですけど、はい、勝てない。マジで誰かやってみてくれ。1コス4枚で勝てるらしいぞ。本当かは知らんけどよ、悔しすぎる。誰か俺の代わりに勝ってくれ。これもウッド削りで勝ちやん。メグナイトか、メグナイトはもうガッチやん。1コス2まで止まるやる。もしお願い、こっちにコス咲いてほしい。もしやばい、美味しいの、やばい、終わった。え、生きたか。なんかキング起動も失敗してよくわからんけど生きましたてか今の1コス連打で1000まで削ったんやな。キング起動というかホバリング嘘やね。あーマジで俺のスキルが足りないせいでこうなりました。 PS が足りないから、実力が弱いから、あー下手くそだから、うまかったらこれ守れるんだろうな。メガナイトキング起動してオーバリングも適当に1コスで受けて、あースケバレも綺麗にして、あーうわー、もうオーバリングもちょっと待ってよ。これさー、もう一回今の相手とやりたいな。今のちょもう一回言いましてさ、いや一番チャンスだったよ。なぜならスケバレはウッドで処理できて、メガナイトは1コス2枚で守れる。ホバリングだけちょっとなメンタルブレイクとはこういうこと。てめえマジでぶっ殺。今俺は機嫌が悪いんだよ、わかるか。うーん、オッケーいいね。ウッドで勝ちますよ。あ、もうお願い、あの変なカードなかったら嬉しいな。マジまずい。何このポイズン削り、見たことないやん。ポイズン削り聞いたこともないし、俺ウッド削りならバレるかな。マジバレたら終わりですけどね。だってどう考えたらポイズン削りの方が強いもんな。ワンチャンにする？スケとウッドで。マジうざい、うざすぎる。なんでポイズン入れてんだよ。マジワンチャンない。いやこれ後ろスケで、いやウッドあんのか、無理やん絶対。マジで悔しい。やめた勝てるかもけ、おい
縦線ポイズン取って主軸見せんか、主軸何で削る気やねんこれ。もう一枚見せてみ、もう一枚よ俺にもう一枚を見せてみって思う。何なんだろうな、残り1枚こんな残り1枚出てこないことあんのか。確認します。俺キモすぎるだろデッキ、どうなってんだよ、はっきりしてくるぞ。ポイズンデリバリーウッド縦線は嘘やん、マジでお願い、絶対に勝ちたいです、本気です。今の俺はファイスピ欲しい、絶対に勝ちたい、チャンス来てる、どう考えてもチャンス来てる、こんなんもう守るだけでいいやん。え、3枚判明してるよ、幸せ3枚ね今んとこ。だってあマジやばい、こいつマジでやばいな、キンキしてもいいか俺別に、キングいけ、やばいポイズン、うわマジで同じや、ポイズンなんか入れんなよこのゲームに。うわウッドの枠、いやロケとかにしたら強すぎるか、ちょっとずるいもんな。はい、これも負け、次こいつでいきます、ロケットぶち込みます、あとは守るだけ、いやいい、このハイスピ削りに価値がある、価値がある、キング起動に価値がある。この位置やばいかな、よし一応ホグバル何でもある、今んとこ打っちゃおう、よしマジで価値ある、あるよ、もう一枚あるんだよな相手、もう一枚なんだ、いいね、マジロケット強すぎる、縦線ちょっと強いっていう、うわこれ残り1枚って何なんだろう、あんま大したもんないんだな、ふふふ、嬉しすぎる、やっと勝ったか、マジ長かった、うん、残り1枚何なんだこれ、ちょっと忙しいだけだな、一生縦の戦士来るんだけど、ちょっとシールドがシールドがちょっと邪魔だな、しっかり落としたいなロケットで、うわー気持ちよ、やったぜ、緊急マン押しすぎたなこれ明らかに、素晴らしい、いやロケット強すぎるないやこの試合だったら別にウッドでも勝ってた説あるし、ウッドなかったら負けてんだから、さあナイス、というわけで1コス4枚では勝てなかったです、誰かリベンジよろしくお願いいたします。俺の考えたね最強クサクサクサ U のゴーストデッキもやってみてください。チャンネル登録もお願いします。押しとおらない。